プエルタサウルス・ピュアトサウルスは、白秋後期のアルゼンチンパタゴニアに生息していた、ティタノサウルス類の流脚類の属の一つ。詳細な生息年代は分かっていない。模式種プエルタサウルス・レウイリ・ピュアトサウルス・リウイリは、2001年に、その標本を発見したパブロ・プエルタとサンティアゴ・レウイルへの県名である。プエルタサウルスは、部分的な脊柱、一つの頸椎、一つの動詞、 そして二つの OC のみに基づく。プエルタサウルスの同士四つの椎骨が同時に発見され、ホロタイプ m p m 1万2を構成する。最大のものは同士で高さ1.06メートル、幅1.68メートルである。これは基地の竜脚類の椎骨の中で最も太いものでり、肋骨を支える両側の突起の幅は世界で2番目か3番目の長さである。これらは、 椎骨中心と神経棘を強力に統合させ、幅広いスペード型を形成していた。アルゼンチノサウルスのような巨大竜脚類とマサルトも劣らない大きさで控え壁を描き、単純な形の横棒を持っていた。人とのサイズ比較、プエルタサウルスを記載した古生物学者フェルナンド・のバスは、 全長約35から40メートル、体重は80から100トンの間と見積もった。これは、地上最大の恐竜の一つということになり、匹敵し得るのは近縁のアルゲンティノサウルスだけである。より最近のグレゴリー・ポールの考察によれば、全長は30メートルで、体重は少なくとも50トンと言われている。ハーマンは、これを考慮すると全長は、約十七メートルとやや短くなり、 体重は60から70トンになると示唆した。プエルタサウルスと他の竜脚類の首の復元。プエルタサウルスは、北のサウルス類の中でも、巨大なフタロンコサウルスや、それよりやや小型なメンドザサウルスが含まれる、ロンコサウリアに分類される。プエルタサウルスは、南パタゴニアの白亜紀後期から知られているが、その地層の年代は、不確かである。 原記載では、パリアイケルイマーストリヒトカとされた。その地層は、またマリラルイとして、再記載され、年代は、セノマニアン・サントニアンと言われているが、南パタゴニアの地質年代は、インコンシステントで、その堆積物は実際、カンパニアン・マーストリヒチアンである、セルフォルタレーサルイソとパーティーンである。ありがとうございます。